明日に高岩の美少年もひとたび無常の風に誘われると夕べに白骨となる。人間はいつかは死なねばならぬ。死に至るまでにはいくつかの罪を犯した人間も無数である。彼らはその罪に対し法の刑罰を受けたであろうか。法網は何とかくぐり逃れても逃れることのできないのは罪の意識である。宗教は人間の死後法に代わって刑罰を与えてくれる世界を無双した。これが地獄である。死後の世界としてこのように地獄を想定する観念は、一人仏教のみではなくゾロアスター教やキリスト教、イスラム教など皆この地獄を想定しております。インドでも仏教以前に輪廻説と結びついてこの地獄説は成立しており、ただいま述べた独自の地獄を展開したのであろうと思われます。この地獄の言語はサンスクリットの厭わしいもの、苦しいものを意味します。日本語の奈落というのもおそらくこの言葉から来ていると思います。ラテン語で地獄を地下の世界として想定するようになる。夕べの男死んじまったよ。本当か、本当に死んだのか。暗黒の関連とつながる。もし本当だったらどうする。田村、それより夕べはおめでとう。とうとう雪子さんとの婚約にこぎつけたじゃないか。俺面白い話聞いたんだ。あの矢島教授、君の未来の親父。しかし我が国において最も普通に想定される地獄は仏典における八大地獄の観念であります。地獄を取り扱った仏典は実におびただしいものがあります。世間じゃ聖者のようなことを言ってるが、一皮むけばあれで暗い過去があるんだぜ。自分の犯した罪に悩んでるんだ。戦争中の話だがね、マライ先生、田村というこの男は一体何者だろう。何という嫌なやつだ。俺はこいつから逃げ出すことはできないのか。夕べのことだ。俺を幸福の絶頂から突き落とした呪われた夕べの出来事。先生、奥さん、ありがとうございます。きっとユキコさんを幸せにしてみせます。清水君、ユキコを頼むよ。はい。ユキコ、よかったわね。ありがとう、お母さん。清水さん、ユキコは一人娘でわがままですけれど、なら私たちも安心ですわ。よろしくお願いしますわね。しっかり勉強して矢島の後を継ぐような学者になってくださいね。はい。おめでとう。田村君、びっくりなすったんですか。
呼び鈴を押そうと思ったんですがね、また玄関払い食らうのも郷原ですから。いや、とにかくおめでとう。清水君と雪子さんの婚約を祝して乾杯といきたいところですがね、招かれざる客があんまり遅くまでお邪魔するのも悪いから早々に退散することにします。これを返しに上がったんです。清水、俺の車で送ってやるよ。あ、奥さん、時計が止まってますよ。時計が止まるのは良くないな。嫌なことが起こる前兆だって言いますからね。じゃあ。無理すんなよ、取っとけよ。下宿料も月謝も溜まってんじゃん。俺は君が気に入ってんだよ。俺は何でも知ってるんだぜ。清水、君はユキコさんと肉体関係ができる。ユキコさん妊娠してんじゃないか。その角曲がってくれないか。道よくないぞ。ちょっと寄りたいところがあるんだ。